まずはリボンガールズの皆さんの登場です。どうぞ。リボンガールリボンガールズ2020です。それではメンバーの自己紹介をします。はい、リボンナポリーなんで笑顔全開、ひなのはキラキラ笑顔でみんなを楽しくさせちゃうよ。リボンガールズリーダーひなです。はい、小学4年生、リボンナポリーパーで頑張ります。副リーダーのひよです。ひよちゃん、はい、みんなに幸せいっぱいお届けできるよ。話が好きな好きなです。はい、みんな笑顔を届けたいな。みんな私の笑顔を受け取ってね。アイラちゃんです。はい、弾ける笑顔でみんなを元気にする魔法をかけちゃうよ。シャシャ大好きカノンです。はい、大好きなタダダンスでパワー全開、リボンパワーでみんなに元気を届けるよ。みさきです。せーの、赤いリボンは勇気の証、リボンガールズ2020です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは聞いてください。シワシワシワワ、
聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございました。せーの、赤いリボンは勇気の証、リボンガールズ2020でした。ありがとうございました。リボンガールズの皆さん、とっても元気で可愛らしいステージをありがとうございました。次はレモンガールズです。続きまして、レモンガールズの皆さんがステージにご登場くださいます。皆さん、こんにちは。私たちはレモンガールズ2020です。それではメンバーの自己紹介をしたいと思います。はい、レモンにいっぱい含まれるビタミン C パワーでみんなを笑顔にさせちゃうぞ、副リーダーのことはです。はい、歌もダンスも大好き、弾ける笑顔でみんなを元気にさせちゃうぞ、あかねです。はい、ポッカサッポロといえばキレートレモン、レモンガールズといえばみゆう、レモンガールズリーダーみゆうです。はい、おしゃれ大好き、いつも明るい笑顔でみんなを元気にさせちゃいます、リオナです。はい、レモンで元気、レモンで幸せ、レモンガールズ頑張ります、ひよりです。はい、背は大きいけど実は小学2年生3年生だけど、レモンパワーでみんな笑顔にします、マリアです。せーの、レモンはじけるイエローパワー、レモンガールズ2020です。ビタミン C、 よろしくお願いします。それでは聞いてください。レモンでミルクハニー。
くださりありがとうございました。せーの、レモンはじけるイエローサワーレモンガールズ2020でした。ビタミン C ありがとうございました。レモンガールズの皆さんありがとうございました。とってもキレキレのダンスを披露してくれました。では改めてリボンガールズの皆さんにもステージに上がっていただきますね。え、本当に皆さんちっちゃい体で、ね、もう非常にパワフルにかっこよかったり可愛らしかったりいろんな表情を見せてダンスを見せてくれました。会場の皆さんも一緒に体を動かしてくださっている方もたくさんいらっしゃいました。皆さん改めてこの2グループに大きな拍手をお願いいたします。皆さんはどうでしたか？ステージの上でダンスしてみてどうでした？楽しかったです。楽しかった。じゃあちょっとレモンガールズの皆さんにも聞いてみようかな。じゃあ最年少の小学2年生の。初めてだったけど楽しかったです。上手にできましたか？はい。はい、ありがとうございました。とっても可愛らしい2グループです。皆さん改めまして今日一番の大きな拍手をお送りください。リボンガールズの皆さんとレモンガールズの皆さんでした。とても可愛らしいです。では皆さんこの2グループお送りしましょう。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。可愛いですね。この寒さの中でもとっても元気いっぱい寒さを跳ね飛ばすようにダンスを披露してくれました。2グループとも違う魅力があってどっちもとっても素敵でした。